はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今ですね、尾道駅のそばに来ています。もうここね、しまなみ海道の、入り口のところがあるんで、そこから、フェリーに乗ってスタートしようと思います。ではみんな行ってくるね、行ってくるね。では行ってきます。いってらっしゃーい。いってらっしゃーい。バイバーイ。いってらっしゃーい。お、ダディ出発しましたー。アニマルさんか。アニマルさん出発しましたー。ピュー、見えなくなっていくはい、今ね到着しました。これからねフェリー乗るんですけど、今ねちょうど行っちゃったところなんで、まだもうしばらくかかるかな。フェリー到着してきました。これに乗っていきますよ。楽しみ、めっちゃ楽しみだね。いいね。もうなんかすごいゴゴゴってやってるけど、すごいすごい。はい、ねもうね唐突に乗ったかなと思ったら、もうスタートしちゃってます。なんかね、何の前触れもなく、行きますとかブーとかプーとか何もなしでいきなりスタートしました。はい、すごい。でね、もうすぐ本当に短いんで、あそこまで行くだけ。はい、もうあんね、 あっという間、もうね、もう着きます。あっという間ですわ。面白いね、こんだけ短いと。すごいね。まあけどね、昔はこれが生活の足だったのかなとかって思うとね。おお、なんかね、向こう側には車も乗れるやつがあるみたいね。そういうやつもあるんだ。すごいすごい。車乗ってますよ、向こうのやつ。まだね、ちょっとあるみたい。この川なのか、用水路なのか、ちょっとね、まだここは海なのかよくわからない場所をちょっと奥に入っていってます。おー、まだ続いてるね。あ、なんか奥にちらっと見えたかな。あ、到着ですね。もう次の人が何人か待ってます。はい、ここに到着するようです。はい、反対側到着して、外出てきたところです。反対側もね、こんな風に綺麗な看板が貼ってありますね。はい、ではね、これから行ってきます。はい、ではスタートしました。ですね、ライド始まったんですけど、ここでですね、しまなみ海道って一体どこよっていう方に、ちょっと簡単に説明します。このマップ見てください。これね、今本州の、下半分というか見えてますけど、このね、この部分になります。ここですね、ここにあります。要は広島と四国を結ぶところにですね、島がいっぱいたくさんあるんですけど、そこの島と島をつなぐ橋がいくつもあって、高速道路がこんな感じでずーっと走ってるんですよ。で、その橋の部分だけを、自転車でもね、走れるようになっている。それで、四国までね、渡ることができるんです。けどね、最初のとこだけ尾道のところから、フェリーが必要になります。ね、今日は温度はね、あんまり高くないけど、今ね、どうだろう、12、3度あんのかな。予報では20度ぐらいまで上がるとは言ってたんだけど、この感覚だと20度はないですね。20度あったら長袖着てられないですから。今一応ね、上着着てんですよ。それでまあ風が通る上着なんですけど、ひんやりするんで、まあ上着といってもね、冬用のジャージを1枚持ってきただけなんですけど。
こうね、今地面に青い線が書いてあるでしょ。これがあの自転車用の通りなんで、本当はどうなんだろう、青いのより左を走るんだと思うけど、ちょっとね砂がとか小石がすごくって、ちょっとここ走るのは辛いなって感じなんで、今青い線の上を走ってます。お、なんかちょっと開けましたね、ここ。こう潮の香りがしてくるとなんか心弾む感じ、なんか嬉しくなりますね。空の上にはちょっと今映ってないですけど、トンビが飛んでます。いやいや、それっぽい。あ、直売みかん、直売みかんだ、いいね。結構ね、風のいたずらですね、今日は。どうなんだろう、橋の上、怖いかな。あ、ここはねちょっと狭いですね。ここ車来たらちょっと怖いかもね。この辺注意。あとはちょこちょこちょっと草が張り出してるかな。それぐらいかな、気になるとこって。まあけどそんなガンガン車が走ってて困りますっていうようなとこじゃないんで、まあ大丈夫だと思いますけどね。さーて、橋が近づいてきました。見えてきましたよ。あ、なんかね太陽が出てきましたよと思ったら急に暑くなってきた。さーて、いよいよね、橋が近づいてきたんだけど、ここどうやって上がるんだろう、非常に気になります。すごい気になる、楽しみ。ちょっとね、リアディレイラーのセッティングはいまいちかな。サイクリングの人、1.1 キロまっすぐ行ったところから大橋入れますって書いてありますね。歩行者はここからなんだ。大回りしていくのかな。こんな感じのルートなんでしょうか。はい、今因島大橋の入り口まで来ました。これ見てください、こんな感じで。行きます。暑い暑い暑い。はい、ああこんな感じの勾配で上がっていくんだね。アベレージ 3% って書いてあった。なんでだいぶ緩い感じです。ああけどこれでも一般の方は手で押してるのかな。はい、おお。
おお、橋がだいぶ近くに見えてきたよ。テンション上がるね。はい、見てください。直進コース因島大橋、直線コースです。こんな感じでまっすぐ見えます。いいですね。スタートします。2が通過します。右が通過します。右が通過します。右が通過します。おお、すごい、すごいわこれ。うわ、気持ち意外と勝てないね。よかった。すごい。いいねこれ。すごい高い。うわ。いいね。気持ちいい。今因島大橋、通過中、はい、で車はね上を通ってるんで車の音が上からします。すごい気持ちがいい。いいね。右が通過します。右が通過します。おー、いいねこれ。すごい楽しい。こうね、歩いて渡ることもできるんだね。すごいね。あ、原付もここなんだ。料金所一旦停止。なるほど。ここに、あ、原付か。原付がお金かかんない。じゃあ下っていきます。ここは下りなんだよね。下りはゆっくり、ね、ちょっとね完全なドライじゃないんで、少しウェットだからちょっとゆっくりめで走らないと怖いかな。初めての道だしね。それに一応ここはね30キロ、制限時速が設けられてます。はい、まあそうだよね。この狭いところをまあロードが爆走したら危ないよね。そう、
ここはね、もう一般の人が多いんで、だから止まってる車じゃない、自転車がいたりするからね、爆走して、ほら、今反対側走ってるでしょ、こういう感じになるから、ゆっくり走んないとやばいっすね。はい、いかがでしたでしょうか。ですね、もうね、楽しくてしょうがないです。もうね、ぼっちで走ってるんですけど、すごい楽しいですね。ぼっちなのに。なんかね、なんて言うんだろう。このね、自転車をリスペクトしてる街っていうかね、そういうところを走っていると、なんか気持ちがいい、気分がいい。そんな感じです。はい、では今回の動画面白かったな、参考になったなって方、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方、ぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。